さて今日もみんなでバトルやっていきますか。フォローザアロー、右下上右、これ見たことあるね。なんか前回もね見たことあるようなステージしてるけど、右下上左、ここか。右下上左ですよ。右下、そして上のやつだ。ちょっと待って、ここで次左でしょ。で左は、あ、左どこだったっけ。え、どこ、下だったっけ。あれ、どこだったっけ。いや、こっちっぽいな。あー、やっぱ合ってる合ってる。そして上右上下、上右上下ね、上右、次右でしょ、右上下ね、オッケー、上そして下、いいね。うわ、これ一番上か。ちょっと待って、よし、次は中間ポイントかな。いや違う、上右下、上右下、上右下上でしょ、上右下上か、次下だね、下そして上だね、オッケー。キノピオはもう行ったかな。パーム行ってるっぽいよね。行ってない、もしかして。あ、行ってない、あ、行ってない。やった、勝った。こんな簡単なステージもらっちゃっていいんですかね。よし、それじゃあキノピオ一緒にゴールしますか。手越やらかすいやちょっとニュース的には古いけど、ヒニヘフチですけれどな。ちょび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 、これめっちゃスピード勝負のやつだ。さてみんな邪魔しないで行こう。うわ、速攻ヒップドロップってやられた。ジャッ、オッケー、生き残った。次ジャッ、ここか。あー待って、ここも走っていかなきゃまずかったな。ジャッ、届かな。うわ、みんなちっちゃ、かわいい。リオンキング顔でかそろそろマジでアバター変えようかな。さてそれじゃあこのつららのコースやっていきますか。密集しすぎですよ。そしてこれはどこだろう。なるほど、これ踏めばいいのね。ちょっと待っていや僕踏みますよ。みんな踏まないなら僕ちゃんと踏みます。でここ入っていく。誰もしないもんね、ああいう時。さてこれは、あ、キノコ取っていこうか。いや、取らして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 、よし。これなんかキノコ取ってった方がいいのかな、どうなんだろう。つららとかあるからね、一応取ってってもいいと思うんですよね。いや危ないもんつらら、マジで。いや、そうくるね、やっぱそうくる。うわ危な、よかったつらら取っておいて。でジャンプの OK。 これどっか落ちてくるつららありそうだな。そういう時怖いから、まあなるべくねアイテムを取っていった方がいいと思うんですよね。これは前に2人いるのか。よし、ジャンプの、 よし、危ねえ、取ってってよかった。中間ポイント多いなここめっちゃ多いな。これは、あ、ここなんか鍵かなんか開けてくれたのかな。あー、ゴールが。ちょっと待って、入れさせて。対戦ありがとうさんってなんか可愛いよね。ああいう見た目もいいね。うー、トロール、インバトでトロール来る。え、どんなんなんだろう。あ、こういう感じね。いやー、どうしよう、どれ行こっか。まあ、こんなんはカズーちゃん当たるみたいな感じだよね。ここ行こう。いや、右行こう。これ勝った、当たりかもしれないね。あり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 、あー、いちごミルキーさん来ないかな。めっちゃいちごミルキーさんと当たりたいんだけどねえ、いちごミルキーさん来たらテンション上がるんだけどな。ちょっとね負けが多くてテンション下がり気味なんだよね。ここでいちごミルキーさんが来れば僕のテンションも上がるんですけどね。よし、でこのまま渡っていく。あんまバネいらんかったね。そして今回もちょっとラグいね。いや、ちょっとラグいぐらいの方がね意外と行きやすかったりするんですよ。うーわ、これ危ない。よし、で中間ポイントとアイテム取っていこうか。あ、ちょっと待って、フラワー動くんだ。フラワーって動いたっけ。え、あんなんあったっけな。いや、フラワーは動かなかったはずだよね。いや、これさ、10ゲームは倒したい、倒して、きたこれはチート、これチートきましたよ。これ絶対勝ち確だね。もう多分これ勝てたと思うよ。そろそろ切れるかな雲。あ、大丈夫大丈夫。それじゃあゴールしたいと思うけど、さてみんな来るかな、どうだろう。
コイン100枚以上取ってからゴールですか。なるほど、これなんかちょっとレースっぽい、まあ、滑り台でどんどんね、まあ、この丘を滑ってって、丘っていうかこの坂をね滑ってってコインを100枚以上取ればいいんだろうね。いやこれ最初の人有利だぞ。いやこのまま、なるほど、これ100枚って全部かな、どうなんだろうね。さすがに全部ではないような気がするけど、これ1個取っていってみる。これ右は何もないでしょう。この針結構難しいな。よし、ちょっと気をつけながら行きますか。でジャンプのこれ走ってった方がなんか良さそうな気がするんですけど、どうなんだろうね。よし、これも滑っていく。このコース結構難しいね。なんか反射神経が結構試されるんですよ。急にねあの針とか来るから。条件達成か。あれ、条件達成したのにやられてる。前のキノピオがチャンスなんじゃないかな。え、どこに条件を捨ててきた。キノピコじゃない、キノピコか。いやこれいけるよ。どっか条件落ちてる、多分条件どっか落ちてると思うんですよね。さてどこだ。よし、このまんま渡っていったら、どこ、条件どこに落ちてる、どこだどこだうわ待って、え条件どこ、ちょっと待って、スターが来た、これスター、やった条件来た。よしこのまま走ってゴールみんな待つの忘れてた。この動画が良ければグッドボタン、そしてイオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。